秋の交通安全運動に合わせて青葉区で飲酒運転根絶を誓う大会が開かれました。青葉区で昨日開かれた大会には仙台中央署の警察官や地元の交通安全協会の会員などおよそ200人が参加しました。今から18年前の2005年5月、多賀城市で飲酒運転の RV 車が仙台育英高校の生徒の列に突っ込み、3人が死亡、15人が重軽傷を負いました。大会では仙台育英高校の早坂彩香さんが仙台中央署の一日警察署長に委嘱され、書道部は飲酒運転根絶に向けたパフォーマンスを行いました。自分だけじゃなくて周囲の人を守るっていう意味でも、絶対にしないで、飲酒は、お家で、それから車とか自転車とか運転しないで、お家で飲酒を楽しんでいただければ。県内の今年の飲酒運転による事故は先月末までに22件と、去年の同じ時期と同じ件数で根絶には至っていません。